小芝見ベースの、まーちゃんです。ちょっとね、最近持病が悪化しちゃってね、寝たっきりになっちゃってて、あのエアロの方もちょっと制作が遅れてしまって、まあちょっと困っていたんですが、今ちょっと腹減ってたんだけど、なかなかベッドから起き上がれなくて、まあでも病院の先生にもね、なるべく外行くように勧められてるんで、ちょっと頑張って、まあ長野じゃ有名な井村屋っていうね、お店に行って、店で食べる元気なかったんで、テイクアウトで持ち帰りしてきました。結構全国チェーンなのかよくわかんないですけど、長野ではもう昔から有名な焼きそばなんですけどね、こんな感じの。ちょっとじゃあ開けてみます。実際お店で食べるとね、かた焼きでこんなでかいんですよ。それをね、この中に詰め込んであるような感じになってますね、持ち帰りの場合は。では開けてみます。こんな感じ。どうですか、美味しそうでしょ。そこにですね、こんなでっかいからしと酢の混ざってる袋がついてて、これをね全部かけてね、またちょっとこれタミヤのハサミですあれなんですけど、まあ、こんな感じで全部かけちゃってちょうどいい味になるようにできてるんですよね、これ。それではこれからちょっとこれを食べますけど、その後にちょっと少しだけ作業ができたんで、その様子をアップしたいと思います。それでは後ほど。はい、どうも。まあせっかくなんで、ちょっと1年ぶりぐらいにね井村屋行ったんで少し紹介したいと思います。麺はちょっとね、普通の片焼きとまた違う感じの、こんな感じの麺、うまいです。こうでっかいチャーシューとかも入って、こういうキクラゲとかエンドウとかね、まあいろいろ入ってて、うまいです。まあ長野にもし立ち寄る機会があればね、ぜひ行ってみてください。